ヘロスユッピーだぜ。あのですね、昨日からね、あのチェリー山田がツイッター始めたんで、よかったらフォローしてあげてください。お願いします。じゃあ早速今日も行ってみましょう。こちらビビンションペン。はい、こちら男の油取り紙。男の油取り紙。この油取り紙は男用ね、男性特有の皮脂のベタつきを抑えてさっぱり爽快な使い心地ですっていうお触れ書きが書いたね、油取り紙でございますけれども、やっぱりね、男性特有のその油ぎっしさがありますからね、肌のね。で、俺思った、その皮脂のベタつきって言うけど、それってやっぱ人それぞれじゃないですか。で、極限まで油がべちょってついた人に対してこの油取り紙はどれほどの威力を発揮するのかっていうのを知りたいんですよね。もうね、顔中に油を塗りまくってね、こいつがね、どれぐらいの威力を発揮するのかっていうのを試したいと思います。今日使う油はこちら、ババン、オリーブオイルでございます。はい、どう？今お前たち、オリーブオイルを早めに塗るんだよとか思ったでしょ。オリーブオイル美容法っていうのがあるぐらいですからね。オリーブオイルをね、肌に塗って、なんかこう、美容的な効果を得るっていうね、美容法が、実はあるんですよ。で、そのオリーブオイル美容法も試せるし、油取り紙の威力も測れるし、超一石二鳥じゃんと思って今この動画撮ってます。はい、ちょっとね、髪をまとめるそのヘアピンとかさ、ゴムとかなかったから、そのニット帽で髪の毛あげます。じゃあ手で塗っていくね。よし、いくぞ。ブーあー、すごい匂いがすごい。すごい、肌の内側まで染み渡ってる感じがします、油がね。はい、じゃあここで登場するのがこちら、ババン、油取り紙でございます。じゃあこれで拭いていきたいと思います。いくぞ。わすげえ。うわ、すごい、油がどんどん取れるよ、みんな。お、すげえ。お、もう全然キュッキュッキュッ。お、すげえ、もう全然サラサラ。皆さんすごいです、もうスベスベになりました。やっぱ油取り紙ってすげえんだな。でもこの油取り紙40枚あったんだけどさ、あと6枚。でもこのニット帽取った瞬間、俺の髪の毛めっちゃキモくなるかな。やってみよう。いきますよ。3、2、1、プッ。あ、かっこいい。え、イケメン？あ、イケメンなんだ。あー、イケメンなんだ。あー。